フォン海岸と呼ばれるあの、まあ、あの海岸エリアのロケーションなんですけども、まあ、こういったあのロケーション以外にも、まあ、例えば、まあ、広大な砂漠エリアであったりとか、まあまあ、本当にこうもう寒いこう雪山であったりとかですね、まあ、様々なロケーションでバトルをしていきます。我们今天来到的是一款就刚叫福恩海岸的这个海岸地形的这个地图，那除了这个海岸地形以外，还有沙漠或是雪地之类，各种不同的地形都会在游戏中登场。哦，是的，ちょっと召喚獣なんか。要吃饭召唤兽了吗？ちょっとお待ちください。哦，召唤。哦，来了。大招出现了，大招。没错，没错。哦。まああの物語を進めていくと、まあこういったあの召喚獣と言われている敵が、まあボスとして出てきまして、それを倒すと、まあ使えるようになります。那随着故事的剧情的推进呢，玩家会有机会跟召唤兽进行对战。如果你能击败他们，他就会让你可以召唤出来。まさにあの召喚獣は。すごい強力な技を持っていますので、可以使用召喚兽以后，它也可以帮你做出非常强力的攻击。非常应景，在海滩上是 海里的召唤兽。こういった感じで、まあ、大会の敵はもうこれで、はい、倒してた。大部分敌人的一招就死了。对啊，谢谢啊，魄力十足的召唤，真的非常棒，真的是非常厉害。谢谢，谢谢我们在今天。